クロービーワールド初登場。少林拳の先生で様々な寒風の使い手だった今村勇さんが天行拳中国武術館の一員になった。福岡文館を任せるために宮平保先生が徹底指導。今日のテーマは飛び蹴りに八極拳。宮平先生、はい、こんにちは。はい、はい、こんにちは。今ですね、はい、すごいかっこいい飛び蹴りを見せていただきましたけれども、我々からするとこれぞカンフーみたいな感じがするんですけれども、うんうん、宮平先生はどういうふうにご覧になりました？あ、飛び蹴り、はい、今見た、はい、今の、はい、こちらの道場でも初心者のメンバーというのは基本校というのがこうありまして、その基本校の中にもこういう飛び蹴りっていうのは取り入れているんですね。はい、そしてこう身体能力を上げたりといった側面がありますから、道場でも初心者のメンバーは飛び蹴りは練習はします。はい。宮平先生も若い頃はすごい蹴りが得意だったと。うん、はい。で、はい、飛び蹴りも結構写真とか見ましたけど。ありました。はい。今はもうやられないですか？今はさすがに、はい。なるほど。動作がどんどん小さくなり、今はあまりやってはいませんね。はい、じゃあちょっと宮平先生が、はい、やられている伝統中国武術というのは、はい、非常にその、まあ、戦前のある意味リアリティのある実用的な武術だと思うんですけれども、うんうんはい、そういう観点から言うと、うん、今の飛び蹴りっていうのが有効なのかとか、あ、今のような飛び蹴りに対応するにはどうしたらいいのかっていうのをちょっと見せていただけますか？わかりました。はい、はいはい、じゃあ一回ご覧に入れますね。ほほほ、はい、打ち合わせなしでいきなり思いっきり飛び上がった頂点で叩き落とす。転がり落ちた今村さん、大丈夫か？飛び蹴りというものは一つは、まあ当然のことですけど、足が地についていないという状況での技なので、いわゆる空中にいる状態で、そこを攻められると非常に相手としては厳しいというのがあると思います、うん、はい、ちょっとそれ一点ちょっとやってみましょう。飛び蹴りいきます。はい、はい、で避けて、これだけで潰れてしまいます。体当たりですか今のは？そうですね、体当たりですと危ないので少し腕でポッと押したんですけど、はい、まあ、空中にいますので、はいはい、もう一回見せてもらっていいですか？はい、はい、来ますよね、はい、相手こうで少し山菜のように少し、はい、はい、横に寄って、これはないですよ。当然ですが、はい、空中に浮いてるということは必ず着地するっていう状態がありますよね、はい、そこをまた狙われるっていうのも非常に危ないかなと思います。ちょっと今のこの辺が入ったのか、はい、ね、当たり前ですけど確実に着地するっていうのが分かっておりますから、そこを狙われると危ないですね。飛び蹴りが来るぞと相手にもう思われちゃった時点で、うん、やばいってことですね。そうですね、奇襲としては、まあ、もしかしたら可能な場合もあるかもしれませんけど、はあ、一般的な飛び蹴りっていうのは非常に、まあ、威力も出るかもしれませんけど、まあ、リスクも高いというふうに考えていただけるといいかなと思いますね。予備動作が分かった時点でもうダメだってことですね。非常に危ないと思いますね、はい、飛ぶっていうのはある意味自分からこう不自由な動きに入っていきますから非常に難しいですよね。ということはやっぱり最初にこう見せてもらったようないろんな飛び蹴りというのは、うん、その、まあ、実用的っていう部分では相手にはそんなに効果はないんじゃないかと。効果ないとはまあ相手にも言えませんけど、はい、非常に動作としてはリスクはこう抱えた上での動作っていうことになると思いますね。やっぱり予備動作っていうのがありますので、ちょっと危ないな。宮平保の技を受け続ける男としてクロービーワールドで有名ですけれども、はい、どんな気持ちですか？緊張してます。緊張なんで、はい、じゃあ今やりましたように相手の蹴りに対して、まあ、一瞬宙に浮きますので、それをこう少し斜め前に下げて、そのままポンと押せば相手は宙に浮いている状態ですので、
すぐに飛んでいってしまうんですよね。じゃあやってみましょうか。三谷さん、今すごくこう余裕でしたけれども、はいはい、まあ、当然それは飛び蹴りが来るって知ってるから、はい、ってことですよね。そうですね、はい、じゃあ同じように、はいはいはい、まあ、相手が蹴ってきたのに対して、まあ、同じように他の攻撃のパターンもありますね。相手が、着地した瞬間こう相手を崩すということも可能だと思います、うん、やってみましょうか、はい、ガッ、確かに宮平先生のおっしゃるように着地した瞬間は無防備ですよね。まあ相手は着地せざるを得ないという状況ですよね。蹴ってる方としてはかわされた時点で、ああもうやられちゃうみたいな気持ちになっちゃいます。いや、もう一瞬過ぎて倒れてから気づいてる状態、もう何が起こってるかは分からない。もうこっちはもう相手めがけて蹴ることしか考えてないので、着地した後のことは考えてないからそれでもう何が一瞬起きてるのか全くわからないですね。なるほど。怖い、ただただ。なるほど。ある意味こう居ついてる状態になってますから、そこをやられてしまうとも相手はしょうがないと思いますね。で、宮平先生はでも 若き日はそのかっこいい飛び蹴りとかも練習されたと思うんですけれども、うんうん、それやっぱり自分ではあまりやらなくなったっていうのは、そのなかなか使え、実際には使いづらいというか、使えないというか、こちらがやられてしまうとい こうリスクを減らすということでやっていくと、自分の中では大きな蹴り技、足技よりは手技の方に移行していったという感じになるんじゃないですかね。この飛び蹴りの威力というものが、どうでしょうかね。実際当たった時の威力っていうのは、こう大きな動作をやる分だけ、ただ、まあ、僕自身も若い頃蹴りが好きだったっていうのはよく言われるように、いわゆる足の力、蹴りの力っていうのは、いわゆる手技の、まあ、2倍とか3倍とかっていう言い方がありましたよね、はい、なので蹴りの方が有効じゃないかっていう時代があったのも確かなんですが、この飛び蹴りっていうのはどうだろう、大きな動作、予備動作がある割にこの威力っていうのは必ずしも確かに、はい、大きいわけではありませんね。いわゆる旋風脚とかもそういうことなんでしょうか。しかし結構予備動作が多いですよね。すぐパッと蹴るよりやはり重心移動してこう上げるということは予備動作があるので、漫画の世界ではすごい有効だった。いわゆるテレフォンパンチどころじゃないぐらい動作が今から蹴りますよっていうのがありはしますね。ちょっとじゃあ旋風脚っていうのをちょっとやってみせてもらえますか。ちょっとこれ分かりやすいです。今ご覧になっている右足で蹴ったんですが、はい、左から先に着地ですね。ちょっと当てかけましょう。これ初心者がよくやる旋風脚です。で、左が突き、蹴った、右足で着地ですね。で、上級者になってくると右足で相手を蹴り、右足で降りるんですね。ほうほうほう。今右足で蹴って右足で降りてます、ね、ということは重心が右足に乗っかってるわけですよね、はいはいはい、なので最初は左足に最終的には降りるというのから、右足で蹴って右足で降りるという重心を右足に持ってくるという、はい、これもいわゆる身体能力向上の一つということですね。だからといってじゃあこのフォームで相手を蹴るかというのとまた別問題でした。あ、そうなんだ。ということです、はい。ものすごい省エネですね、これ。あっちはものすごいエネルギーを使って、省エネというか相手が大きく動いてくれてるだけなんですよね。宮平先生、今なかなかこう、危ない感じ、蹴る側からするとかなり危なく見えましたけれども、はい、先ほどはまあ太極拳の双腕ってこういわゆる、両手でこう腕押すようなまあ、感じでやりましたね。なるほど。あといろんなパターンが可能かなと思います。例えば八極拳でいうと、はい、こう鉄山鋼といって、まあ、顔相手にぶつかる、体当たりする動作ですね、はいはい、それも可能かもしれませんね。それで空中にいる相手を、はい、ああ、大丈夫ですかね。いや、ちょっと、はい、じゃあ、ちょっとちょっと危ないので肘は使うわけにはいきませんけど、これ結構入ってますきついです、これはきついです。入ってたね、これ入ってましたね。これプロテクターが必要なレベル
あ、肘はさすがに当てられませんけど、この前腕部でちょこんという、もう一回こちら側から当てなくてもいいんで、はい、この形みたいな方に軽めに、はい、痛そうだし、これが入るんですよね、こっち側に。そうです。あの、うん、今やってみると、はい、あ、はい、入るよね、ちょうどね、入っちゃうってことで、はいはい、1本目じゃ今飛ばずにゆっくりやってみせると、どういうことが行われてたのかっていうのを、はい、ゆっくりゆっくり、ゴールギリギリまで見切ってこっから当てるですよね。うわということです。はい、でも宮平先生、僕その素人的に言うとですね、はい、腰を落として肘もグッと構えると、はい、うん、宮平先生の重心が安定しそうですけど、ええ、空中にいる相手をにこれを当てるときって、はいはい、自分の重心も上がっちゃって崩れちゃうんじゃないかっていう気がするんですけど、そんなことはないんですか？ですね、これは相手が上に上がってる瞬間というよりも降り始めるところに、僕はここで待ってて、降り始めるところを当てるわけですね。自分のベストポジに相手が来るのを待ってるの？いやいやいや、そうです。もちろんベストポジションで、はい、待ってますね。そんなこと可能なんだ、はいはい。こちらが寄っていくってことはまずないですね。はい、相手を降りてきてくれるわけですから。それはそう、はい、そういうことです。理屈ではね。はい、はい。はぁ、さすがに肘はね、ちょっと危ないと思いますね。はい。今、これ来ると分かってて蹴るのすごく怖くなかったですか？いや、ものすごく怖いですね、やっぱり。ですね。もう、やっぱり多少なりでもちょっと軽くはやっぱ当たってました、ね、はい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 、なんでやっぱこれが本気で来るとやっぱもうちょっと多分立てないんじゃないですかね、次はもうそのまま倒れたまんまで、多分呼吸もちょっときついかもしれないですね。宮平先生、今ね、本当に肘は軽くポンと、肘は当たってないのか、ここ肘は、はい、あの肘当てないようにここ前腕部で当てたんですけど、やっぱりここ少しあの入るぐらいですね、はい、飛び蹴りに八極拳の肘を合わせる、いや、とても相性がいいんじゃないでしょうかそれはリアルな発想からっていうのは、うん、はい、動いてみた結果、あ、そういえばこれも出そうだなと思われたってことですか？そうですね、はい、まあ、一つ確実な事実としてあるのは、相手が飛び上がる絶対に着地するというその心理は変わりませんので、その瞬間をどうやってこちらが料理するかということになると思うんですね、はい、なるほど、はいはい、うん、分かりました。面白い。ありがとうございます。はい、天行軒中国武術館福岡分館では会員募集中。見学もできますし、体験会もありますよ。そして福岡分館オープン記念セミナーを8月26日土曜日、27日日曜日に開催。こちらも参加申し込み受付中。あなたも中国武術始めてみませんか？